ユーリ殿、隊長を助けてくれて、その感謝している。みんなちょっと先行っててくれ。別に誰にも話しゃしねえよ。なぜ？あんたがあの時なぜ俺を殺そうとしたのか分かっちまうからだよ。自分の手を汚してでも守りたいものがある。激しい感情にとらわれて自分でも思いがけないことをしちまう。許されないことをしたのは分かっている。罪に何の咎めもないなんて、いっそ恨まれた方が。甘ったれんな。俺は別にあんたのために恨まないわけじゃないし、あんたを楽にしてやるために恨むつもりもねえ。私はどうすれば。俺はあんたにけじめをつけることなんざ何もねえからな。てめえで考えな。わかんねえなら俺じゃなくて全てを話せる仲間と考えてみな。その上でフレンを守るってんならダチとして感謝するさ。どんな時でもキラキラ無敵、強い、負けない、不動のギルド、ブレイブヴェスペリア。そんな風に油断してると足元救われるわよ。ちょっと人がいい気分でいたのに。おっさんが一番油断してるじゃないの。あら、それは演技でしょ。のほほ、分かってらっしゃる。さすがジュリスちゃん、大人の女。なかなかお子様たちには分かってもらえなくて。おっさんが嘘つくとき耳が動くんだよな。あ、レブ、耳動いてる。確かに耳が動いてるの。何言ってんのよ、わけないでしょ。俺様はいつも冷静沈着、慎重に行動してるのよ。また耳が。とりあえずおごらず行動は慎重にってことですよね。
アンちゃん、ソディアにはいつも厳しいね。わかる気がするけどね。ああいう全身から堅物オーラが漂ってるのって好きくないし。まあそう言いなさんな。騎士なんて奴らはみんなそんなもんよ。お前さんやユーリみたく思考が早い子たちにはない堅くなさが彼女みたいなのの売りなんだからさ。堅くなさが売り？余計わかんなくなったんだけど。そうだろうね。だから話してるとお互いイライラしちゃうんだろうね。Thank you.
大抵の魔物は立ってらんないでしょうよ。ユーリ、どう動くべきなのか瞬間的に分かっちまった。こんな感じ初めてだと思ってな。そうなんだ、なんかかっこいいね。どうやら一皮むけたようね。まったく頼りになるわ。勝手に発見よ。交流できません。
気をつけろ。問題ないわ。この戦いに終わりはない。じゃあ置いてくわよ。あら切ない。食べきだめ。ブレイブベスペリア、順調に航海中だね。でもどっちの方向に向かっているのかが私よくわからないわ。周りが霧だらけって感じ。いいんじゃねえのか。鬼が出るか蛇が出るか。無計画というか無軌道ね。でもそれはそれで楽しみかも。目の前にすごいお宝が現れたりしてね。カロル先生はすぐびっくりするのにそういうこと言うんだからな。僕はびっくりするのが趣味なの。旅はびっくりしてこそ価値があるでしょ。それはいいわね。じゃあこれはこのままでいきましょう。Thank you.
一体何なのこの技術。頭に思い描いたバウルを画面に投影してさらにゲームにしてしまうなんて。あら、天才魔導士でもわからないことがあるのね。つーか、この町自体がわからないことだらけだよな。いいんじゃない、楽しければそれでそう。もう天気のおっさんはそれでいいんでしょうけどね。あら、レイヴェンが言うことも真理じゃなくって。謎が解明できなくても楽しいものは楽しいわよ。だしょだしょ、やっぱりジュディスちゃんは誰かさ違うわ。俺様と息がぴったりよね。こんなおっさんが頭に思い描いていたらどんなものが出てきたんだろうな。想像したくないし、きっとあの人たちには想像もできないものが出てくるわよ。